35-45達成に止まる惨事で唯一無二、やつは怪物ガーディアンズ3に1ドジャース。日時間7日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手は6日、日時間7日の4どころ地ガーディアンズ戦で45号ソロ。史上初の45塁打&46盗塁、45-46に到達し、自己最多タイの100打点に到達した。今季レギュラーシーズン残り試合は21。空前の50-50達成に向けて、ファンのボルテージも上がり、大谷はで唯一無二だ。大谷は、次元が違う、50-50は、絶対に達成すると声を上げている。6回1死で迎えた第3打席、大谷がバックスクリーン左にアーチをかけた。左腕のマシュー・ボイド投手が投じた 88.8 マイル、約143キロのシンカーを攻略。打球速度 111.2 マイル、約179キロ、飛距離413フィート、約126メートル、角度38度の一撃だった。これで年間51発&52盗塁ペース、異次元の領域である50-50に着実に歩を進めている。公式 X 旧 Twitter が45塁打100打点、ナ・リーグで翔平大谷だけと綴って動画を投稿すると、ファンは続々反応した。 MVP だと思わないのであれば君は野球を見ていないということだ。大谷は自分との競争を思いっきり楽しんでいるようだね。満票で MVP だ。リンドーアは眼中にいない。45-45を達成できる唯一の男。奴は怪物だ。これメジャーリーグだからね。とコメントが寄せられている。メッツのフランシスコ・リンドーア内野手との MVP 論争も起きていたが、大谷の超人的な数字に MVP を推す声が溢れ返った。レギュラーシーズンは残り21試合。果たしてどこまで数字を伸ばすだろうか。フルカウント編集部。